皆さんこんにちは、プリコママでございます。冬の嵐が過ぎて何日か経ちました。今回もまた食料品の購入品紹介や備蓄用に購入した缶詰類を紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。先週実はこんなことがありました。我が家にある一本の電話がかかってきました。私の旦那さんが電話を取ると、その若い男子は言いました。もしもし、私は〇〇銀行の〇〇というものですが、〇〇さんですか？あ、はい、そうですが、と旦那さんは迷いもなく答えました。もしかしてお宅の銀行アカウント番号は〇〇で当たっていますか？そちらの銀行アカウントが不正に利用されてますよ、とその男子は答えました。私の旦那さんはパニックになり、そんなことがあっていいのだろうかと半信半疑でその男子と会話を続けたそうです。お客様、お任せください。私に今すぐアカウント番号を正確に教えてくれたら、〇〇銀行のこの私が犯人を捕まえて対処しますから、とその男子は言いました。私の旦那さんは言ったそうです。こんな重大なことが起きているなら、今すぐ〇〇銀行に私が直接電話して自分で対処しますから、と旦那さんが言った途端、急にその若い男子はおどおどしだしたそうです。こういったことは私が担当させていただいているのですが、もう話していても時間の無駄だと思った旦那さんは、電話を切ってから〇〇銀行に問い合わせたそうです。もちろん〇〇銀行はそんな事実はないと言っていたそうです。私は未だにそんな古臭いなりすまし詐欺がいることの方にびっくりしてしまいました。きっとお年寄りの方を狙っていたのかもしれません。このご時世、インフレ続きで仕事もないのか、なぜそんな若い男子が詐欺のバイトをしているのか気がかりです。皆さんもオレオレ詐欺、なりすまし詐欺には気をつけてくださいね。プリコさん登場です。皆さん、犬は好きですか？私は小さい頃から犬は苦手だったのですが、プリコさんは本当に可愛いなと思います。なぜか心で通じ合えてしまうところもミラクルではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。